こんにちは。大好きな人おうちで介護、りょうさんです。本日は私が10年間在宅介護をして感じる在宅介護のメリット、デメリットを3つずつご紹介したいと思います。現在、介護とは無縁で生活している人も、もしかしたら明日交通事故に遭って介護が必要になるかもしれません。だから全く他人事ではありません。また身近な人が急に病気になったり怪我をしたり介護が必要になるなんて分かりませんよね。この先もし介護と向き合う時が来た時にメリットを知った上で在宅介護も選択肢に入れていただけると嬉しいです。そういう私も父が発症した当時はまさか自分に介護が待っているとは思いもよりませんでした。父が難病と分かっても私の頭も気持ちも全然向き合おうとせずに受け入れようとせずほっといても治るんじゃないの、そのうち治るんじゃないの、病気は進行しないんじゃないのと現実逃避していました。当時看護婦であった私ですが恥ずかしながら在宅介護という手段をしっかりと理解しておらず病院や施設への転院を繰り返して次に転院する病院探しに疲弊していました。あの頃の私がもう少し早く在宅介護という手段もあることに気づいていたらなんて思うことがよくあります。それではメリットからお伝えしていきます。自宅という居心地の良さ、安心感、病院施設に通う時間と労力の負担が減る、離れている時の心配が減るです。在宅介護メリットの一つ目の居心地の良さ、安心感はこれは父だけではなくて介護する私にとってもです。病院だと安心だという固定概念がありますが患者本人にも家族にも QOL クオリティオブライフ生活の質の良さは重要。私の知り合いでつい最近お父様を急に亡くされた方がいらっしゃるのですが、もっと早く家で見られる体制を整えておけばよかったと後悔なさっています。病院や施設ではプロの介護士さんがいるという安心感があります。とはいえいろんな職員さんが入れ替わり立ち替わり、知らない人、慣れない環境、ざわざわするノイズ、たくさんのストレス因子もあります。健康である私たちでも遊びに行ったり旅行に行って結局最後は我が家が一番ってなりませんか。住み慣れた自宅で生活できる喜び、特に病気や自分の心が弱った時にこれ以上住み心地が良い環境はないんじゃないかなと私は思います。自己満足ですが家で過ごしたいという父の望みを叶えてあげられていることを嬉しく思います。続いてメリット2つ目、病院・施設に通う時間と労力が減るです。時間・労力の節約になります。私の場合介護が始まった時は正社員で看護師として病院勤務をしていたので夜勤もある不規則な生活でした。夜勤入りや夜勤明けに父のいる病院に洗濯物を取りに行くのが結構苦痛で、眠いのに行かなくてはいけない、行かないと寂しいだろうしと何回も今日はやめよっかな、サボろかな、でもなと葛藤していました。また病院を転々としていたので時には遠距離な場所にあったりして通うのが大変でした。父を連れて自宅に帰ってきた時にもうこれからは仕事終わって病院に向かわなくてもいいんだと思ったあの解放感と喜びは今でも覚えています。在宅介護メリット3つ目、離れている時の心配が減る。特に夜になるとどうしてるかな、ちゃんと看護師さん呼べたかな、看護師さん忙しいけどターン取りに来てくれたかなと心配していました。また特に現在のようにコロナ等の感染症が流行ってしまい病院への出入りに制限がかかった時、病院によっては家族ですら面会ができません。
私のお友達も娘さんが現在入院をされていますが、お母さんでさえ面会が許されないという厳しい現状です。会いたいのに会えないのは患者さんも心細いですし、会えない方もどうしているかな、大丈夫かなと心配が増えますよね。その点在宅だとそういう心配はありません。それでは次にデメリットを3つご紹介します。何かあった時にすぐに先生や医療関係者に見てもらえない。医療物品の一部が利用者や家族の負担になってしまうことがある。介護者の太るリスクが上がる。デメリットの1つ目、何かあった時にすぐに先生や看護師さんなど医療関係者に見てもらえない。患者から訪問看護師さん、主治医のいる病院の受付さん、外来看護師さん、市長さん、やっと先生、先生の出張や休診日など連絡するのが困難な場合や、先生が診察中であればタイムラグが生じます。その間心配で落ち着きませんよね。デメリット2つ目、医療物品の一部が利用者や患者負担になってしまうことがある。例えばガーゼやガーゼを留めるテープ、看護師さんが使う手袋などです。ドラッグストアや100均で買うように言われてしまうことがあります。私も以前看護師さんに100円だからいいじゃんと言われたことがあります。良いものもあれば、やはり品質は医療用に越したことはないものもありますし、たかが100円、されど100円です。またご年配の方でご自分で運転できず買い物に行けない場合や、お店に行ってもどこに売っているのか、どの商品なのかわからない人もいます。実際にドラッグストアでそういう困っているおばあちゃんに出会ったことがあります。家族に依頼する場合は、相手の理解度や交通手段、他のご家族のご協力の度合いに合わせてお願いしていただけると助かります。もしかしたらクリニックや訪問看護ステーションによって病院から支給していただいたり、看護師さんが持参してくれることもあるかもしれません。たまたま私が過去に利用した訪問看護では家族が購入するシステムだったのかもしれません。地域や利用する事業所によって決まりが違うかもしれませんので、もし今後サービスをご利用になられるときは各々ご確認くださいね。でも看護師さんが使う手袋くらいは看護師さんでお願いできませんか。前も患者の本音でお伝えしましたが、看護師さんの1回のサービス料は滞在時間にかかわらず、例えば10分いただけでも1回約9000円発生しています。全国の看護師さんにお願いしたいです。安易に利用者のお家の手袋を物品を使っていませんか。手袋だけでもそちらで賄えませんか。ご協力よろしくお願いします。ちなみに私の住んでいる地域ではゴム手袋1箱1628円します。コロナ前の2倍の金額です。とまた嫌味な量産が出てしまいました。さてデメリット3つ目、ズバリ介護者の太るリスクが上がるです。これはふざけているのではありません。もちろん個人差があります。この理由はいくつかあります。自宅にいると行動範囲が限られ、運動量が減る。夜間におむつ交換や体位交換、認知症の症状がある方の見守りなどで夜間起きていることが多くなり、ぐっすり睡眠が取れないとホルモンのバランスが乱れることがあります。ホルモンが乱れると太りやすくなるそうです。また自分で介護をするという責任やストレスから過食になったり、その逆で食欲が低下し痩せるなど体に影響を及ぼしてしまうこともあります。さていかがでしたか。デメリットもお伝えしましたが、在宅介護には今回お伝えしきれなかったメリットがたくさんあります。ストレスは必ずたまるという前提で、体を動かしたり気分転換をするルーティーンを作ることをお勧めします。私の場合は猫ちゃんと遊ぶことやホットヨガで滝汗をかくことがストレス解消です。皆さんのストレス解消法は何ですか。コメント欄で教えていただけると嬉しいです。訪問看護や介護、デイサービスなど
状況に合わせたサービスをうまく利用し、より快適で楽しい介護生活を、いえ介護する自分も介護を受ける家族もより楽しい人生を歩めることを願っています。それではまた。Clear nights and I'm ready to fall.